幼者の出現を防ぐためダッキは古市場に向かった。竹中半兵衛らはその童貞が安全に長藩の地に織田軍が集結しているとの情報が入ってきた。半兵衛は早速迎撃に向く。それは人間同士の争いを避けるため、そしてダッキの思惑が人間にあだなすものであった場合のため、さまざまな状況。どうもダッキさんは信用できないんだよね。我らの小中には卑弥呼がいる。人質って相変わらず。では潔白な軍師殿は何を考えかな。わあ、こっちは嫌味だよ。報告する。我らの道を阻む織田の軍勢にこれまでのオロチ戦の経験があるからかな。こういう時、まあいいや、俺なりに手は打ってあるからさ。諸葛亮さんと光秀さんが嫌な組み合わせだね。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。続けて鉄砲隊出なさい。さすが光秀さん、単純だけど効果的に攻めてくるな。ではじゃあ伏兵出なさい。少々自殺に落ちて伸びきった作品を作るのは十分でしょう。ざるを得ぬか。さすがは我領諸葛公。油断なれ。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。俺も手を打ってたけど、まだちょっと時間がかかるんだよね。いつの邪魔だ。どけどけ。俺を助け。なんだこりゃ、村がひでえ。そう、戻ってくるのが遅すぎたか。よくも誰だ、誰がやりやがった。これはちょっとまずいかも。誰か助けて。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。眩しいほどの武だな。夏の太陽のごとくだ。鼓舞されたのはそれがしだけか。ほう、申し分ない働きだ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、このまま引かねば。伏兵を駆逐した。そう、あ
なたたちがダッキに協力しているのか、何を考えているのか、じっくり聞き出しているのか。あら、商品までいるのね。自分が何をしているか理解しているのか。バカにしないでよね。私たち世界を救うんだから。面白いわ、あなたたち。敵は北から流れいるよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。立派立派。勘兵衛殿、お気に入りだと。俺もやってみるかな。好奇ですね。打って出ます。ハンデーの仕業。ダッキをかばえばいろんな国が敵になる。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだんだ。やるじゃない、私も負けてらんない。すまねえな、助けに来といて助けられてちゃ邪魔。諸葛亮はミイラをかばれると言わずして、おお、こいつは恐れ入った。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。おせんだよ。よくやったが、まだまだ小さい。そうというなら切ります。おお、周遊殿、無事で何より。いや、しかしささか重さで一撃一撃に死ぬような感じです。ただダッキに協力しているとも思えません。まだ引けません。あなたの真意を見極めねば。援軍とは助かる。
お前には借りができた。この地で信長様に報告しなくても。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。ほう、申し分ない働きだ。仕上がっている。ありがとう、少将。結構やりやがる。おお、やるじゃねえか。劉備殿、家康殿に報告する必要があります。敵者討ち取っちゃった。父さん、親方様。おい、どうした。劇的勝利に男泣きか。だってもう会えないと思って。てか泣いてません。いつもの小僧に戻ったな。俺らがみんな死んじまう未来だ。寝言は寝てから言えっていうところだな。普通。親方様。当然だろうが、出なけりゃこんなところまで出張ってこねえよ。ついでにてめえの涙見せられたんだ。信じるしかねえだろ。孫悟と北条の協議の結果、半兵衛殿の言に真ありと判断した。これよりは我らも協力。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。しかし天意殿の誤解なんと。まあ、あの御仁の説得が無理だろう。となれば